寺院法とは寺院に関連した法制全般を指す。神社に関する法制を含めて寺社法、社寺法とも呼ばれている。宗教に関する法制の制定権力には大きく分けて二つある。国家をはじめとする世俗権力が寺社を外部から規制する東教権と寺社自身が事故及びその構成員を内部から規制する治む教権である。近代の寺社は 世俗権力と対抗する独立した権威として存在しており、地教権が後半にわたって認められていた。従って、全近代における、寺院法は、地教権に基づく法制が多くを占めており、教義においては、地教権に基づく法制のみを、寺院法と呼称する場合がある。そもそも、初期仏教集団である宋河においては、仏教の戒立及び、これをもとにして、 自らの集団を規制するために定められた規則が寺院法の本来の姿であったと考えられている。この教義における寺院法には個々の宗門あるいは寺院が個別の事情に応じて定める成分法と慣習的規範が先例の形式をとって慣習法として機能したものがあり、キリスト教教会における教会法のような法典形式のものは存在しなかった。 さらに、寺院内部を対象とする法と寺内町や荘園など、寺院の権力が及ぶ外部を対象とする法があった。日本における最古の寺院法制は、水戸天皇12年に、聖徳大子が定めたとされる17条憲法とされている。仏教尊重を国家の方針として打ち出し、仏教信仰と国家形成が密接に結びつけられた、この法については、 日本書記作者の創作説もある。ただし、創作説を取るとしても、日本書記成立は、聖徳太子の時代から百しか経ておらず、初期国家の仏教観を知る上では貴重な資料である。太子没後の水古天皇十二年には、中国南朝の制度を元にしたとされる僧城の制度が定められ、くだらから来日した僧侶貫禄が任じられた。続いて、大化の改新後に重視。 法はの制度が設けられ、その後一部制度の改革を経て、大法律令において、総二例が出され、国家による総領、寺院に対する統制が行われた。総二例は厳格な規定の一方で、総合側の要求で施行が一時停止されるなど、その位置づけは不安定なものであった。その後編纂された演技式の現場良識も、厚生の東京圏に基づく、 規制の転居とされた。また、特殊な形態としては、五大寺、宇治寺として創建した創建者あるいは、その一族によって定められた規則も、東京圏の変形であると言える。おさむ教圏に基づく、本格的な寺院運法は、従来からの総画内の規制、総二例をはじめとする統制やが安人によって、 本格的に伝えられた戒律の影響を受けて形成されたと考えられている。最古のものとされるのは、最長が公認9年に記した参加学生式である。これは、延暦寺に階段を設置できるように朝廷に申請するために作成されたものであったが、同時に延暦寺の僧侶にも僧侶としてふさわしい姿を示すように求める性格も有していた。その後、 戦略寺では両言によって、天独元年に、気象十六箇条が定められ、内部規範の確立が進められた。また、新言州においては空海が死去の際に残した、古遺語が、同州の僧侶、信徒の守るべき規範として重要視された。その他個別の寺院の規則としては、上岸十年に、新省が全臨寺に導入した、全臨寺式十五箇条や原略二年に、 文革が神護寺に導入した神護寺四十五箇条記帳などが知られている。また、伊勢神宮にて延暦十三連に作成とされている皇大御神宮儀式帳も神社における地教権の繁栄であると考えられている。平安時代に入って律令国家が解体していくと、総二礼など東京権に基づく法制が有名無実化していき、もっぱら地教権に基づく、 寺院法が中心となっていく。この時代になると、産号や別当、雑などによる寺院上層部からの内部統制が弱体化し、学寮、首都、公人などの階層が形成された。また、一味和合の観念から集会における、衆議によって内部の規律や、荘園の支配などに関する重要な規定が定められ、多分の理と呼ばれる多数決。中世の寺院文書には、 集会における日程決定や参加資格、議決の方法、出席への督促と欠席者への処分などを定めた文書が残されているものがある。この他には集会では、僧侶の倫理規定や法営に関する規定、寺内外の治安維持や刑罰、租税の徴収や指導線などの寺内金融など、寺院経営に関するものなど、広範な分野について定められていた。 集会などで定められた寺院法は当初は寺院の境内及び僧侶、俗人などの所属者を対象としてきたが寺辺と呼ばれる地内町が寺院の周囲に対しても効力を及ぼすようになった。さらに鎌倉時代後期に入ると武家側と対抗するため二寺社を本所とする荘園の一円支配が強化され荘園における本所法の転居として本所である寺院の 人員法が用いられ、また、現地における治安維持あるいは調税などの勝務の必要から、現地の監修などにも配慮した新たな人員法が制定され、それが本助法として召喚らによって施行された。ただし、こうした一連の人員法が成分法として作成された場合においても、共通の形式を持って作成されたり、法典形式での修正が行われたりすることが、 なかった。このため、置き踏み、置きて、修こ事書き、形状、式目、申請など名称からして様々であった。また、公家や武家が傘の禁止や、神仏工業のための申請を定めると、寺院側もこれに対応した申請を制定したほか、前述のように、寺内法に基づく独自の申請を定めた。自称5年の幸福時事変申制や過労二2年の、 南都申請は、公家の申請に対応したものである。また、校長3年には、幸福寺を対象とした公家申請が行われ、それを通告した大乗官長が残されている。一方、東京県側でも、前述の申請をはじめとして、鎌倉幕府の御成敗式目や、自社工業法、室町幕府の兼務式目や御参に対する規制、戦国大名の文国法などに、 自社の保護と統制に関する記述が記されている。また、総尊の発達に伴い、村が地元の自社の維持、祭祀の遂行のために、総起きに規定を設ける事例もあった。小田政権による統一戦争から江戸幕府成立の過程で、一向胸をはじめとする自社勢力は、統一権力の前に自立性を失ってゆく。徳川家康は、 豊臣政権時代から事業である関東地方を中心に、東京圏に基づき個別寺院あるいは宗派ごとに、対する法規を定めた規制を行ってきたが、これは文国法の延長から、爆犯体制の法制への過渡的なものであった。政権確立後は、各主人院ハットの発布や本末制度、断家制度の確立を通じて、日本全国を対象とした宗教統制策を遂行した。 また、18世紀には、自社方押し置き令書が作成されて僧侶に対する刑罰規定などがまとめられた。また、幕府法に反しない限りにおいて、反独自の東教権が認められ、さらにそれらに反しない限りにおいては、引き続き宗派による宗法制定や個別寺院の地教権も認められていた。また、神道に対しては、漢文5年に諸射ネギ官主ハットが定められている。 なお、日蓮宗不自不瀬派のように幕府から邪衆門として迫害された宗派や特定の藩において浄土真宗が禁じられた例もある。近代に入ると法の制定権限は最終的には国家に帰属することとなり、地教権による法に法的な効力が認められなくなり、寺院法ももっぱら東京権に基づく法令が占めるようになる。明治初期の廃仏毀釈や、 神道国境系政策の影響で、仏教、神道もに大きな影響を受ける。明治4年、基礎改正の前提として、すべての免税地が廃せられ、それを口実に、寺院料が国家に就航されたの名残である。また、同年神道を国家の祭祀として、鮭の廃絶が決定され、神官は国家が任命するものとされた。 だが、自社側からの反発もあり、人事官の職省は、人事省、教部省を経て、内務省の管轄下に移行された。明治17年、国家によって任命されていた、共同職が廃止され、国家による統制を条件に宗派による内部自治が許容され、それに対応した、本末制度の改革が行われた。続いて、大日本帝国憲法では制限不ながら、 心境の自由が掲げられた。その後、仏教各派は宗教法制の整備と国家に就航された境内敷地の返還を求める運動を起こした。昭和14年に定められた宗教団体法は戦時体制強化のための宗教統制のための法規であったが、その一方で寺院に初めて法人格を認めたという意味では画期的であった。一方、神社においては、 国家神道が推進され、昭和15年に神議院が設置された。昭和20年に宗教団体法に代わって宗教法人令が出され、翌年政府機関から自立した神社本庁も設置された。さらに、日本国憲法では、政教分離と信教の自由が掲げられた。昭和26年には、日本国憲法に基づく現在の宗教法人法が出され、 現在の宗教行政の基本法となっている。ありがとうございます。